パスワパストのラジオ配信パスワパストトランペット倉持ですサックスの松井ですさあ記念すべき第1回目ということで,で、ね、こちらの放送はですねスタンド FM よりお届けしておりますはいでこれねタイトルがまだね、うん、決まってないんですよそのねこのジングルがそうですね これをねこれはだからねなんか5回ぐらいやってリスナーの人に決めてもらったらいいかなと、ね、あ,あ一緒に一緒にねそう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 、ええ、なんかうんと思ってますはい,はいはいというわけでちなみにあの、まあ、2021年なりましたけれどもなりましたね年越しはどうしたんですか家にいた年越しは家にいたんですけどあんまり僕なんかその、はい カウントダウンみたいな3210みたいなあんまり興味なくていつも毎年そうなんですけどなんか今年はこたつに入って携帯をいじってたら年越してましたねあわかるわこれはねちなみにもう越す前に寝たからあ寝たんすねまだ俺21年になってないかもしれないねそうか寝るパターンもあるんすね んかね起きてらんないんだよね眠くなっちゃってなんか大みそかって親戚で早い夕方からちょっとはいはいはい飲むんだけど家でだからもうさ5時ぐらいに飲み始まっちゃうとさ8時にはもう出来上がってもう眠いわけでお風呂入って準備しても10時前ぐらいに布団入っちゃう確かにそうっすねそのスケジュールだとそうなりますねそうなんですよというわけではいというわけで2021年になりましたので今日の トークテーマはですね、うん、えっと今年やりたいことを<お>というわけで何かありますか今年やりたいこと今年やりたいことねえこれはあれですか、うん、パッソとしてというか個人的にとか個人的にとパッソでをどっちも聞きたいかなあかりましたじゃあまず個人的なとこからいきましょうかあ個人的にはい、はいはい、えっ、ー、とですね僕去年、うんうん うん、あのー、あることを知ったんですよ。なんだよあることはこの世にですね恐竜検定があるってことを知ったんですよ。恐竜検定そうもう全く知らなくて、はあ、でそれ気づいたのが気づいたというか知ったのが、まあ、10月とかだったんですけど。はあ うん、調べたらその検定が1年に1回で8月なんですねでまあその2 0二十年かの分は終わってたので、うん、じゃあ来年受けようと思って、うん、なので一つ今年やりたいことは8月にその恐竜検定を受験したいなっていうのが一個あるんですよ、うん、個人的にはなのでまああの自、ー、転、うん、とか うん、あのそういう勉強する道具を買ってですね今、うん、あのやってる最中なんですけどあ勉強して,るんだしてるんですよこれやけど<ー>結構やっぱ難しいっすねへえ<ー>、うん、そう4級3級2級ってあれ全部あるんですけど、まあ、まずはちょっと今年は4級をへえ4級ってどれくらいのレベルなのなんかその恐竜が初めて発掘されたのはどこだとか、うん まあ誰が発掘したとかあとはその足がどうなってるとかな,なんとか竜は足がどうなってるとかその分類によってうんっていうのが結構細かく出てますね4級でもまあ結構マニアックだなと思う問題多いっすねえそれ1級まであんの ?2 級っすね432級まで 1>, 1級は,1級はいやわかんないっすとりあえずなんか調べたら 4329はまだ存在しないってことですね <laughs> 多分何それ受ける別にかんないですけどなんかへえ<ー>とりあえず最初が4級ってことなんで今年はそれをに個人的にはねに受験したいなと思ってますそれ ちなみに合格率とかわかんの,のああわかんないですねあんまりそういうデータないんですよやっぱ受ける人が少ないのか<ー>そのそかそか対策の本とかもあるじゃないですか普通あん,あんまりないんですよね、うん、ちゃんとしたの出てないんですよはあ<ー>なのでなんかこう専門家の方が検定のためにじゃない<お>作ったものではないんですけどなんかちょっとそ,、うん、そういった問題集みたいなのをこうやってる感じですねほー 勉強してるんだそうですね。<laughs> またもう趣味みたいな感じですけど。へえ、いいっすね。はい、個人的にはそんな感じです。じゃあ、受かったら、はい、お祝いしよう。<laughs> マジっすかお祝いしてあげる。<laughs> ありがとうございます。そしたら、落ちたら、はい、なんか罰ゲームしよう。マジっすか <laughs> 企画っすね。罰ゲームかん考えとくわ。<laughs> はい。 これちょっと YouTube の動画にもしよう。はい。まあまあまあ、できますね。頑張ろう。はい、頑張ります。はい。というわけで、じゃあ、今年は恐竜検定を受けるということで。はい、そうですね。個人的には、ちょっとそれを一つ目標にしてます。はい。はい、じゃあ、ちなみに、あれですか。うん、パッソとしては何かあるんですか今年。そうですね。やりたいこと。まあ、まず、あれですよね。2021年、ファンクラブが開設されまして。はい そうですねファンクラブ、はいまあ、ここでやっぱりこう一緒に作るっていうのがテーマになってるので今まではまあ僕たちがやりたかったことをこう具現化してコンサートをするっていうのが、うん、まあメインでやってきたんですけど、ねうん、でここでまあファンの人の意見を聞きながらコンサートを作るっていうのがやっぱ一つすごく楽しみな。 部分でであるので<ー>まあもちろん毎年コンサートには力を入れてるんですけど、うん、このファンの人たちと共にっていうのをテーマにコンサートを作るう、ねうん、のがまあやりたいことというかすごく楽しみなことというかうん、うん、まずこれが大きい一つかなと思ってますね。そうっすねはいなんかえそのなんかコンサート作るもそうだけどなんか具体的にこれやりたいみたいなのあるの あえそれコンサートとはまた別中でもいいしコンサートの中でもいいしなんかそれ以外のことでもうん、うん、まあコンサートの中で、まあ、一つ言うと、うん、あの結構毎年その照明がいいっていう声をいっぱい聞くじゃないですか、うん、そうだねでこなんかその音に合わせて 色がついたりこうムービングで動きが変わったりっていうので結構まあ僕たちもこうなんか楽しんでできるじゃないですかいつも。それをなんか逆になんかそれを一切使わないで真っ暗な中での演出みたいな逆の発想みたいな,なんかそれが1曲あったらなんか面白いんじゃないかなみたいなのはな1個思ってて。 う暗闇の中で感じる何かみたいな派手なのと暗闇とみたいな, <laughs> ああなんかその<う>がなんか面白いことできるんじゃないかなっていうのなんか一つありますね。なんかえあのブラックライト劇場みたいなのとはまた違うああまあ確かにそれも一つありますけどなんかもうほんに音だけを純粋に。 楽しんでそこに何か仕掛けを作るみたいなことができたらなんかすごくなんていうかいいものができるんじゃないかなとか思ったり全然具体的じゃないですけどなんかいや俺ねこの前ちょっとこの前とかあちょっと前だけどあのチームラボってあるじゃないは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 いよくみんながさインスタにあげるあれ行ったのよお あれねすごかったわやっぱ光と音とその空間デザインというかうあれはねあコンサートもなんかこういうふうになったら面白いよなっていうのはあったんだなんかまだいろいろできそうだなっていう。うん まあそ,う、ね、その映像と映像というかまあ光と音の組み合わせはいろいろできるのかなっていうのは一つやりたいことかもしれないですね。はあ、なんかやりたいこと真面目だね。<え>なんかもうちょっとなんかさ <laughs> じゃあ分かった、まあ、2つやりたいこと真面目なの聞いたんではい、はい、なんかちょっと破天荒なやりたいことないんですか <laughs> 破天荒なやりたいこと難しいっすね。うん。破天荒。何だろうな。破天荒かどうか分かんないですけど、うん、僕はあのー、何かをしながら演奏するってのはやってみたいんですよ。お<ー>なんか大道芸じゃないですけど、<は>まあまあ、例えばぶっ飛んで言えば。 あのジャニーズとかこの上からつるされて出てきたりとかあるじゃないですか空を飛びながら演奏するとか何かしながら演奏するみたいなのはか昔からやりたいなと思ってましたそうっすねどうなんだろうぶっ飛んでいくかわかんないですけどまあ 普通だねねそうっすねうすんわかりました、はい、じゃあここではい、はい、えーと事前にね SNS で今年のやりたいことなんですかって聞いてはいいろいろ質問皆さん答えてもらったのでうん、うん、それちょっと紹介していきたいと思いますはいまずねぜちょっと全部は紹介できないかなえー、とあーこれねまず一つ合奏をしたい、はい、<と>うん 吹奏楽部の子かなやっぱり今できないからねねえそうですよね,んね,ねほんとそうですねあとそういう楽器関係でいくとソロコンで金賞を取りたいお<ー>お頑張ってほしいあとサックスデュオやりたいおおいいじゃないですかおおああとこれいいこと言ってるね人との出会いを増やす素敵だな<ー>こういうこと言ってみたいな <laughs> <laughs> いいですね。うん、あとお二人に会いたい。あこれ嬉しいですね。あ,<ら>ありがとうございます。ねえこいつ会えるかね。本当に。本当ですよね、この間のねコン,コンサートもステージ上からっていうだけでしたからね。うん、最後ほんとそうね。ね全然あれですね。あとはですね。消防の 採用試験に受かって消防士になることですわすこれはぜひ頑張ってほしい頑張ってください<ー>うち燃えた時はよろしくお願いします,す<ご>い, <laughs> いやいや燃えないように気をつけないと <laughs> 気をつけないとお願いします、えー、はいあこれいいなこの回答僕好きですよいつも現金か クレジットカード払いだけど、うん、今年こそペイペイで支払ってみたいな <laughs> <laughs> いいね,いいねこれわかるでも、えー、僕はそう僕はねもう何年に一年前ぐらいかなからあのクイックペイを多用してるんですけどはいはい、はい、これねわかるわあのねドキドキすんのよねあのあ、うんうん、これいけカッコつけてクイックペイでって言ってて、うん、なんかピピピとかエラーになったらむっちゃ出せ っていうのをあのコンビニのレジ並んでる時に考えると結局あじゃあ現金でってなっちゃうんだよね <laughs> これ最初だからこれね最初がなかなかね勇気いるんですよその一歩があれなんですね結構ハードル高いんで0、ね、から1が 1> なるほどやっぱりね最初の一歩がねハードル高い <laughs> そうなんだいや僕最近ねうんあのアップルウォッチを買ったんですよはいはいはい ほんで今まではそのクイックペイで払う時も iPhone でピッてやってたほんで AppleWatch 買ってとうとうこれで支払いができると。うん、ほんでもうこう入れてカードの登録もしていざね、うん、もうほんと最近最近なんだけどコンビニで初めてお支払いをするっていうことではい、はい、クイックペイでね、うん、でじゃあクイックペイでっつってこう。 かっこつけてアップルウォッチピピって横に押して<え>でこうやってかざしたんだけど、はい、反応ないわけ<う>えっと思ってもう一回「お客様」って言われて「はい、え何何何?なになになに」と思ってそしたらあのね今さコート着てるじゃない、はい、だからあのコートとがね、うん、あの間に入るのよあのあーカード。 間にそのはい、はい、それがどうやら厚手のコートだと反応しないはあ<ー>そう俺一番最初がその厚手のコートで <laughs> はい、はい、もう俺超恥ずかしくてでなんか <laughs> あの店内真冬なのにコート腕まくりしてピンってやって、うん、もうなんかその格好もダサいしはい、はい、反応してないのもダサいし <laughs> しかもなんかその反応しないのが超ボンミスじゃないですか そう超ボンミス最初はそのピピって自分で押したときは見えてるんだけどやっぱ手を伸ばすとそああ、ね、そうううなっちゃうからはい、はい、コートかぶっちゃうからちょっと恥ずかしかったなと思ってその嫌な記憶は2020年に置いてきた。OKOK じゃあその一歩ですね、はい、一歩頑張ってはいぜひ払ってください、はい、<laughs> ちゃんと見せないとダメだからね払うとき。ね ペイペイは QR コードが大丈夫だとちゃんと見せて。ちゃんと、うん。ちゃんと見せれば大丈夫。はい。とのことです。うん、ですね。はい。はい。というわけで。ああ。僕のやりたいこと喋ってないですね。そこですよ、<後>そこ。ああ。まあ、僕ね、そんなね、あの、新年の目標とか、決めないタイプなのよ。うん、ほう。なんか決めちゃうと、それ、 しかこうやらなきゃってなっちゃうしできなかった時の俺は何やってんだろうって思うから俺あんまね目標はね決めないようにしてんの <laughs> そんなナイーブでしたっけいや俺はナイーブむちゃくちゃもう豆腐メンタルだから俺は <laughs> らもう決めないようにして決めないっすね決めるとやっぱねそのなんかできなかった時のはーっていうのが大きくてしばらく何も手につかなくなるから <laughs> お,お <laughs> だから目標とかまあ目標っていうかやるべきことをやるんだけれども例えばじゃ今の恐竜検定で言うと 1>, はい、はい、1日3時間勉強しようってやるとさ3時間勉強した日はいいけど<ー>しなかった日だとうこいや3時間やんなかったってなっちゃうじゃん。それはなります、ね、じゃあ例えば 1>,、うん、1日3時間だとして、えー、とじゃあ。 300日勉強できる日があったとして900時間になるじゃないですかはいはいはいだったら俺は目標は、えー、と年間で900時間勉強するっていう目標にするそうすると1時間やった日があれば4時間あった日もあるしどんどんさ目標に近づいていくじゃないうん、うん、そうするとちょっとこうどんどん楽しくなってくるわけそのゴールが見えてくる感じが、うんうん、だから 俺はあんま1日3時間って決めずに、うんとまあ、今日は1時間しかできなかったけど1時1たプラスで次の日3時間やったら3プラスみたいなうん、うん、でトータル900とか決めてやるっていう風にしてるのいやすごいっすねあのだ豆腐メンタルだからそういうところからメンタル管理しないと続かないんですよ <laughs> なるほどそうそうそんで今年のやりたいことはそんなにね今年こそ っ聞いておいてなんだけど、ね、<laughs> 今年だからみたいなこと、うん、は,はないですねなんか人生の中でやりたいことは一応やっててオーロラを見ることうんだけ <laughs> だけこれは絶対に死ぬまでにやりたい、うん、オーロラってどこで見えんすっけ、うん、寒いとこあ寒いとこだったら出る可能性あるんすか うん、っていうか、うん、あの北欧とかあ,<ー>あっちですよねあとアラスカとかはあでほらほら天気運ないからちょっとあんましさそういうの <laughs> 自信ない <laughs> まああと今年で限ってやりたいことといえばうん,うんと実は昨日ね、はい、あの一眼レフカメラを買ったんですよ おしかもなんか知り合いに詳しい人がいてうん、うん、どれがいいかなって聞いたら、はい、なんか「ニコンのどれどれがいいよ」みたいに言われて「分かりました」っつってで電気屋行ってうん、うん、店員さんに「すいません」っつってでその会ったから「ニコンのこれください」って言って、うん、でまあ、結構いい値段するんだけど。はい 普通、多分それ買う人ってめっちゃ試し撮りとかしていろいろやって比べてやっと買うみたいな感じなんだけど俺そんな分かんないから比べてもこれくださいって言ったら「えお買い上げですか?」って言われて「はいお買い上げです」って言ってでレンズが別だから「レンズはこれで」って言われてそれもおすすめされてたやつだから「これください」ってって「えお試しにならないですか?」って言われて「いいです」「試しても僕分かんないんで」って言ってほんで でかそれ買まあね高かったらですよね。うん、そうポイントつくからでポイントでじゃあ三脚とかなんか必要なもんちょっと僕分かんないんで店員さんに、うん、あのポイントの範囲で必要なもん全部見繕ってくださいって言ってほんで買い物して、うん、で別に ポイントからはみ出てもなんか揃えてくれたら別にそれはそれでいいやと思ってレジ行ったらもうんかすごいちょうど主任さんかなんかでカメラ売り場いやもうお値引きをさせていただきます多めにつけさせていただくすごいサービスしてくれてめっちゃ太客、まあ、うみたいになってんじゃないですかそう全く写真わかんないのにめ,めっちゃ太客みたいになってやばいっすねででその時ロンゴ <laughs> ロングコート着てで まあ、リュックを背負ってたのよ、その時ちょっと四角めのリュックを背負ってたので、したら店員さんがあ「カメラどれくらいやられてるんですか?」って言って「<laughs> あいや、まだ iPhone、えー、ぐらいしかやってないです」って,て <laughs> <laughs> いや、でもなんかその格好が」って言われてなんか格好がどうやらカメラマンっぽく見えた、ね、へえ、そういうのあるんだ。うん、わかんないか リュックかなリュックがもしかしたらカメラ入ってそうなリュックが<あ>ないあ機材みたいなねそうそうそうああそうそれで「いや何もわかんないんでとりあえずあのー、ください」っていうて <laughs> 昨日買ったんですよで <laughs> うんでうだから一眼レフを買ったので、うん、ちょっとまあ人混みはなかなか行けないからその、うん、景色のいい なんか静かなところで写真を撮りたいなと<ー>思いますまだ開けてないんですかえー、まだ開けてないいいですね <laughs> 買ってそのままじ <laughs> ゃ <laughs> レンズだけ、あのーはい、在庫がなくて<ー>でなんかメーカー取り寄せだと4月になるって言われて4月結構っすねそしたら なんか地方の店舗新潟店に在庫が1個だけあるって言われてじゃあそれ送ってくださいって言ってただ今ほら雪すごいからちょっと遅れる、うん、どれくらいになるか分かんないですって言われたからまあいいですって言ってだからまだほら取れる状態じゃないかまあいいやと思ってまだ紙袋に入ったままなんだけど,ど,ど一眼レフいいっすねそうなんですちょっと写真小僧になろうと思って。うん 景色ですかうん景色好きだからもともと星空とか、うん、ほら、うん、好きなんでうん、うん、星空とか風景は一眼で撮ってかなって思ってますいいじゃないですか今年のやりたいことはい <laughs> <laughs> あと真面目な方で言うとねはい僕今年はトランペットの練習時間をはい 年で、1年間で1,000、うん、時間練習しようと思ってるんですねほうほうでこれは仕事で吹いてる時間を除く1,000時間じゃあもう純粋に自分と向き合うというかそうこう練習する時間ってことですねそう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 だからどれくらいなんだろうどうなんすかかかか日時時間間いかないいいなんのかななななぐぐららのあ、そんんじゃもか でもさ意外とね時間計りながら練習してるんだけど最近うん、うん、3時間ずっと吹いてるって結構長いなと思ってまあ確かにそうっすねそうなんかトータル3時間は別に大した練習じゃないじゃんなんかほん当に3時間ずっと吹いてるって結構だなと思ってうん確かにで なので、とりあえず1年間で1000時間練習に当てる。いいですね。って思ってますい。いいじゃないですか。うん、だってまたほらコロナのあれでさ、結構また仕事のキャンセルが増えて,てきたじゃないまあ、もう1年なんかちょっと、同じ今年1年みたいな生活するのはちょっとなと思って。逆にこう トランペットだけに集中しててみようかなと思っト、うん、トランペットだけに集中する時間の割合を増やそうかな。一0時間をやりたいこと。いいと思います、うん。って思ってます。いいと思いますよ。いいっすね。かな。<laughs> あとパッソでやりたいことは、はいまあ、もちろんファンクラブができたのでファンの方との。 交流をとてもしたいなって思ってますうん、うん、でどう具体的にどうするかちょっとまだファンクラブもできたばっかであんま僕らも分かってないじゃない今そうですね模索しながら、ね、<laughs> そうそう模索しながらになっちゃうからうん、うん、でもなんか僕らきっかけでみんなが楽しんでくれるような何かをきちんと考えていきたいなと思ってます、うん、<laughs> でああとはあのー ファンクラブの方々とオンライン飲み会をしたいですうんいいですねうんそこは大事大事よね大事大事回やってみたいなと思ってうんってかどんな方がファンクラブ入ってくれたのかとかもちょっと気になるし話してみたい、ね、そうですよねあとはいつもなんか、うん ファンの方の声って大体がこうアンケートじゃないですかそうそうそうそ,う、ね、それ以外でも肉声で聞かないね,、うん、ね聞きたいですよねそうねあと例えばさ今思いつきだけど、はい、あの今前回のコンサートのさ映像編集やってもらってるじゃないそれできたらさ うん、出来上がったら、それを見ながらみんなで飲むみたいな。まあいいっすね。ここ良かったとかなんか聞きたいなそ。そうそう。やりながら、なんか配信しながら飲めるのいいかなって思ったんだよなうん、うん。いや、めっちゃいいっすね。ね。っていうのもやっていきたいな。うんうんうん。って感じです。そうですね。でもなんかいろいろこうやっていくうちに浮かんでくることありますからね。うん、まあそうね。<laughs> やってみながら、ほんと。 ね、楽しみですけど。はいというわけで結構長くしゃべりましたけれども、はい、このね「パ u s s a のラジオ配信はオープニングがあって、まあ、話テーマを決めて話してリスナーの方からの、えー、と事前の、ね、答えを答えというかあの質問の回答を、えー、と紹介して。はい そんで、えー、と最後に一曲演奏をねお届けするということで、うん、そうですね今回は「紅白」でもね本当大注目されましたけれども y o a s o、うん、さんの「夜にかける」はいを演奏したいと思いますよそれではパスワードスの「はい 演奏でお聴きください夜にかける ありがとうございましたいやこの曲さほんとかっこいいしはい、はい、なんか歌なんだけどちょっと気学的というかさそうですね<の>なんかスピード感もいいですよね音の並びとかすごいいいなって思って管楽器映えする曲だなって思ってたんだけど、うん、これさ息吸うとこ全然なくってあれ歌ってんのすごいなと思って。 確かにそうっすよね、うん。あれはやっぱすごいよね。音がね、うん、ずっと続いてるから、ね。息が吸えませんでした。<laughs> はい。<laughs> はい、というわけで、お送りしてまいりました。パソアパスソラジオ配信。これ、名前なんか欲しいよね。なんかこう、パスソアパスソのなんちゃらみたいな。ありがとうございました。ね、なんか、これもちょっと決めていきたいですけど。 はい、はい、というわけでこれ第1回目の放送ということで、まあ、第2回第3回とまたいろいろお題をね事前に SNS でお伺いしますのでどんどんお答えいただければなと思います、はい、あとなんかリクエスト曲とかねあれしてもいいかもねあそうですね、うん、やってみたいなと思います、うん、それではお送りしました「パッソアパッソートランペット倉持と」 サックス松井でお送りしましたどうもありがとうございました、はい